このいっちゃんでっかいこのルーフラック、これから開けていこうと思います。めちゃくちゃでかいなこれ。うわ重た。何キロあんのか知らんけど、一人で多分4持ち上げますね。だからまあここ会社クレーンあるから、クレーン使っていこうと思います。ここにライマダックって書いてるわ。これかっこええなほんま。で箱の中入ってる部品がこれで、これが取説で多分何かのブラケットで、バーが4本。ちょっと開けてみようと思います。これ取説なんやけど、でライノラックパイオニアトレイ、取り付けるらしいないなと思ってたら別の段ボールでこれが来てて、でこれ買ったやつが低めのやつ、ローポジション用って書いてあるから、取り付けた時にどこまでこうローポジションなんか、つけてみてからのお楽しみやね。これは、まあ、一通りこれちょっと取り付け読んだから、多分できると思うから、ちょっと取り付けていこうかなと思います。これがあの取り付けのレッグになるんですけど、ここねちょっと緩めてあげると、これはちょっとずらすことができて、でこんなゴムみたいな樹脂みたいなパーツがあって、ここは多分車に直接当たるところやから、この金属のところをこれでカバーをしてあげると直接当たらなくて済むようになるみたいです。だいたいこうやって適当に足つけたんやけど、上にこのなんかこういうプラスチックのブラケットがあって止めていくんやけど、これわかる？これ普通のレンチじゃなくて穴が開いてて、普通のレンチは取られへんようなネジになってるよね。この辺はなんかすごいなと思う。誰かに取られへんように対策がめっちゃされてるなと思う。だいたいこんな感じで仮組みできたから、これから本締めしていこうかなと思います。これがまあ片側4つやから箱かな。これ止めんのはちょっと10ミリのラチェットがあった方がいいかもしれない。こうやって入れるのに、でビスの形状がこれ見たら分かるけど、こんな感じ。これを下側から入れるとこのレッグが当たらへんから、こうスル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 行くんやけど、これ逆にこれを上から入れて、ほんでこのナットで止めたら、一回最初やってみたんやけど、これがカンカンカンって当たってもで、これが調節できひんようになるんよね。だからこの皿平べったい方が下からこう入れてあげるようにしたらうまくいくみたいわ。まあとりあえずこんな感じで組み上がったから、クレーンで上げて車を中に入れたいと思います。言うても高さ結構ギリギリかな。おおお、ちょっと取り付けの位置これ見てみなあかんな。ドア開けなあかんけど、ちょっといろんなもんあって開けへんから、いっぺんちょっと車前出します。ギリギリやなこれ多分。ギリギリ、もうむしろ当たってんちゃうかっていうぐらい。これ今乗っけてみて分かったけど、こっちは確かに綺麗に付
つくんやけど、これ反対側距離届けへんのね。なんか別にスペーサーが入ってたから、やっぱそれかまさなかんのかな。ほら、わかる？届けへんのな、これ。うわ、今からまた全部ブラケットつけなあかんのか。やっぱりここにスペーサーが入ってて、これ、このスペーサーがあれば、ここにスペーサーかましてるんやけど、ほんならこのブラケットが外まで出てきてくれるから、多分車体の幅に合わせることができるようになると思うよね。だからこれ多分絶対いるな。全部つけなあかんわ。だいたいこんな感じで乗ったから、あとは締め付けかな。隙間がね、こんな感じかな。指3本分ぐらい。また前後を測ってみるわ、後で。このボルト17ミリなんやけど、ここを締めるのはちょっとね、こんな、うちはこんな工具があって、これラチェットになってんねんけど、この隙間から入れてやったんやけど、これ多分モンキーじゃ入れへんし、普通のラチェット、あっちも入れへんから、こういう平たいやつじゃないと難しいかもしれへんね。これはちょっと、もし自分でつけるなら、17ミリのラチェット、これは必要かもしれませんね。で、ほぼほぼ最後の工程で、ここのボルトを締めて車体に固定してあげます。これが取り付けるためのブラケットかな。これが2個。こんな感じで、ここと、ここ端々にブラケット取り付けてるんですけど、これブラケットの向きによって、車に取り付ける時の高さ決めれるみたいなんですよね。ドアにぶつからへんように、どっちか選べるみたいなんで、ちょっとまあ車によってそこら辺は変わってくるかなとは思います。とりあえず準備できたから、ここから車入れていきます。今回使うのはこれ、ラチェットになってるやつ。これ1本で多分いけるかな。これ多分取り付けて、このドア開けると、このウィング、リアウィング多分当たるんじゃないかな。これ外さなあかんかもしれないですね。ちょっとドア開けてみてどうなるのか、確認ですね。とりあえず今日は取り付けが終わったんで、またどっかでキャンプ行った時にこれ広げた動画紹介したいと思います。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。今日の後ろに止まってるハイエースのオーニング、ライノラックのバットウィングってやつ取り付けたんで、ちょっと開けていこうかなと思います。これ背高いから、こういう踏み台絶対いると思います。あの袋の中にこのペグとかロープとか必要なやつが入ってるんですよね。あん中に収納できるのがいいと思いますね。なくさへんから。ハンマーはないから別で用意しないといけないですね。
はい、完成。これ実際に何分かかかってないけど、2、3分？そんなもんかな。こんな感じですぐ立てれるんやけど、このポールとかはこの辺で高さ調整できるから、まあ、どんな地形でも、うん、立てれるかな。風が吹けへんかったらこの辺ペグとか打たんでいいけど、風吹いたら多分この根元ここ折れてしまうから、ペグは打った方がいいかなと思うけど、今日はまあいいかな、ちょっと出すだけやから。でこの反対側はこのルーフ、これもライノラックのアルミのトレイやけど、ここに引っ掛けれるところがあるんで、ここに引っ掛けて固定します。せやけどこれめっちゃ広ない？めっちゃいいよね。広さわかるかな？伝わる？まあ、これが 1,2,3 で、これが4つ目、これがオーニングに取り付けるここの横のカーテンみたいなやつで、これ4つ買ってるから全周囲囲める感じになるんやけど、まあ今日はちょっと出すのやめとこうかな。これもうずっと欲しくて、僕 YouTube でいろいろ見てたんやけど、あんまり載せてる人がいいひんかったから、参考になればなと思って。これは迷ってるんやったら買ってもいいと思いますね。かっこいいしめちゃくちゃ早い。キャンプとか行く人やったら設営の時間大幅に短縮できるんちゃうかな。うちもコールマンの大きいテント持ってるけど、それでも建てんのに30分とか1時間とかかかって、まあ、片付けも含めたら相当かかるんじゃないかな。だからこれ出すのも数分、片付けるのも数分やから、もうほんでこれでキャンプの道具出してさあ始めようかってできるから、これは全然キャンプすることを考えると時間の短縮とか、まあ、できることってのが大幅に変わってくるんじゃないかな。何しかね、かっこええよな。この辺とか見て、まあ、ライロナックって書いてたりとか、これとかこの辺かっこいいよねこれ。これはほんまにおすすめ。キャンプする人には絶対おすすめやし、車中泊するにはちょっとね、これこんなん道の駅とかでは出されへんから、車中泊だけする人にとっては意味がないんやけど、キャンプ行く人はもう普通のテントからこっちに変えたら、もう多分やめられへんのちゃうかな。便利すぎて。これ色もええよね。ほんで何色っていうのな、カーキ、なんか自然に馴染む色やし、まあ、キャンプする人が好きそうな色やんなこれ。去年からキャンプ再開して、まあ、今年から本格的にどんどん始めていこうかなと思うから、いろいろ今グッズ揃えてて、これコールマンの椅子、これはで、これがこれコールマンのテーブル、これもマスターシリーズで合わせてて3段階ずつ調整できるから便利なんで、ちょっと開けてみようか。後ろめっちゃかっこよない？コールマンマスターシリーズ好きやわこれ。色もいいし、まあこれ買った理由はあれかな、特に椅子が3段階調整できるのと、テーブルも3段階高さ調整できるから、まあ、合わせて買ったんやけど、うち子供がちっちゃいからみんなでご飯食べれるように、もう一個あるからもう一個出すかな。これがコールマンの椅子とテーブル出した感じやけど、いいよね。まあ、このコールマンの色と
上のライノラックの色が一緒じゃないんやけど、まあ同系色で雰囲気合ってるかなって。あ、ほんでこれもコールマンやけど、これたまたま見つけたやつ、これ1万7000円で売っててえらい安かったよね。現品限り1万7000円。これ多分なんぼすんだろう、もっと高いと思うよね。やんかほんまは、うん、これお買い得やったね。まあ、これからまたキャンプとか行くんで、出す機会あったらいろんなものを紹介していきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で、バイバイ。